て1年間にわたってお送りしてきましたデュラララ ラジオ、略してデュララジ、はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。うわ、ね、最後にお互いに1年間の感謝の気持ちを込めて手紙を読みたいと思います。手紙をね、はい、手紙を書いてきました。書いてきました。私から読んでいいですか？いいですけど。何やその名刺サイズの手紙。え、かわいくない？かわいいけどさ、マジで、はい、俺普通に書いてきたよ、うん、おうわー、普通に便箋に入って、普通に便箋に入れて書いてきたよ。トシくん、じゃあ花ちゃんから先ほども、え、はい、いいですか？はい、トシくんへ、はい、誰かに手紙を書くのなんて久しぶりでちょっと照れくさいです。トシくんと出会ったのはもう1年以上前、ゆららら1話の収録の時でしたね。そうですね、うん、その時はお互い人見知りが発動していて、どちらが話しかけてみても帝とアンリ状態、今こんなに仲良く喋れるようになるなんて思いもしませんでした。第一印象はメガネの優しそうな人。今ではなんかドキドキさせられる頼れるお兄ちゃん。本当に全国の女子に謝らなきゃいけないくらい簡単に赤面しちゃうから私は困ってしまいます。でもそれトシ君のせいだからね、バーカバーカ。正直ゆららじが終わってしまうのはすごく寂しいです。今までどうもありがとう。トシ君が相方で本当に良かったです。最後にトシ君、体に悪いからタバコはほどほどにね。そしてこれからも仲良くしてね、はなちゃんより。どうぞ。これはね、あのね、年取ると涙ぼろくなるよね。あれ、トシ君、トシ君顔真っ赤だよ、うん、すみません、ありがとう。やべえ、どうしよう、俺、うん、どうしよう。何？なんか、うん、なんかいろいろ考えた結果、うん、よくわからないって感じ。いいかな。え、うん、全然お願いします。はい、花ちゃんありがとうございます。はい、じゃあ私も読ませていただきたいと思います。背景、花沢様。書き出し。お元気ですか？最近肌寒くなってきましたね。はい、僕の地元では勘違いして咲いてしまった桜が少し物悲しく映っています。さて、ジャパニーズジョークはこれくらいとして。トシ君、ジャパニーズジョーク滑ってるよ。1年間お世話になったデュララジの感想でも書こうかと思います。はい、思えば1年前第1回の放送の時、お互いに探り合う感じしかありませんでしたね。花沢さん、あ、花ちゃんの方はどうかわかりませんが、この空気どうにかしなきゃという気持ちがさらにどんどんと変な空気にしていったのを覚えています。そんなお互いのポジションがわからないままの公開録音、自分の記憶を探ってもなかなか思い出せないくらい緊張しました。花沢さん、あ、花ちゃんは割とポワポワしているイメージがありましたが、緊張していたんでしょうかね。そんな不安な中、いつも僕を救ってくれたのは、構成作家さん、スタッフの皆さん、そして何といっても花沢さん、あ、花ちゃんだったのだと思います。まさかのいじられポジションへと見事昇格しましたが、構成作家さん、花沢さん、あ、花ちゃん、僕はツッコミなんですよ。そうなの？はい。そして前振りでボケを潰すのはやめてください。ごめんなさい。中盤からは新たなやりとりが生まれたり、宿題的なものもあったりで、胃が痛くなる日もありましたが、今となってはいい思い出です。ゲストとしてお招きした皆様とも改めてお話ができて、少しだけ人見知りが解消された気がします。というわけで、長くなってしまいましたが、最後に、1年間本当にお世話になりました。このデュララジで教わったこと、学んだこと、これからに生かしていきたいと思います。そして花ちゃん、花ちゃん、何、いろいろあった
1年でしたが、これからも仲良くしてね。本当に本当にありがとう。うわすごい、トシ君。はい、トシ君それ本気の手紙だね。